この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物。今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもーし、町山さん。もしもーし。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いいたします。どうも。まあ、最近ちょっと訃報が続いてるんですけれども、そうですね、ちょっと映画関係でね。で、まずですね、その沢井慎一郎監督、日本の沢井慎一郎監督が亡くなりましたね。うん。沢井慎一郎監督の映画って何かご覧になってますか？ごめんなさい。作品聞かれたのかしら、はい、うん。あ、タイトル言うとね。ダブルの悲劇とかか。あ、そうそう、タイトル言うとね、結構見てる。あと、のび太の墓。はい。そうです。うん。あと、メゾン一国とかね。おー。見てる人も多いと思うんですけど、はいはいはい、まあ、おすすめという、この一本っていうことだと、うん、やっぱりダブルの悲劇だと思いますね。はい、見ました。はい。ご覧になりました。うん、見てます。あれすごいですよね。原作をよ知ってる人が見るとびっくりする内容ですね。うん。面白いですよね。こう。というか、舞台の原作は普通の推理小説なんですよ。はい、夏木静子さん原作のダブルの悲劇という、うん、まあ、なんていうか、エラリークイーン的な謎解きものなんですね。うん。ところが、この映画版は、ダブルの悲劇という夏木静子さん原作のミステリーを舞台劇化した時の、その主役争いの物語にしてるんですよ。うん、だ私、そっちしか見てないですね。原作を読んでないですね。ああ、そうですね。はい。はい。だから、ま、その原作を物語の中の舞台劇の枠の中に入れちゃってるんですよ。うんうんうん、で、舞台劇に出るための薬師丸ひろ子さんを巡るドラマは全部映画用に作ってるんです。ああ、そういうことか。はいはい。はい。うん、で、薬師丸ひろ子さんはそれまでアイドルだったんですけれども、うん、この映画で、まず、まあ、最初、彼女はアイドルの役のままで出てくるんですね。うんうん、非常にその、まあ、セリフの中ではっきりと処女と言われてるんですけども、うん、で、ウブなね、うん、まあ、劇団員として出てくるんですけれども、それで、オーディションに負けてしまって、主役を失ってしまうんですけども、うん、たまたまその、覚えてますか、ストーリー。ね、なんか、怪我を、されます？そうね。劇団のね、はい、うん、劇団のトップ女優が三田佳子さんなんですよ。そっか、はい。三田佳子さんが、うん、その、まあ、パトロンの、まあ、中年男性とセックスしてるときに、うん、パトロンの男性が副上司しちゃうんですよ。あれ、そんな話だったかな、うん、そうなんです、うん。で、その現場にたまたまそのオーディションに落ちて主役を奪われてしまった、ライバルに奪われてしまった薬師丸ひろ子さん通りかかって、うん、で、その三田さんに、あなたは私の身代わりをしてと。あなたの部屋でこの男が死んだことにしてくださいと。うん、そしたらその代わりに私が裏で手を回して、あなたに次のダブルの悲劇の主役をあげるわって言うんですよ。ああ、そっか。うん。っていう、すごい、その、薬師丸さんが清純派から汚れていって、女優として、その、なんていうか、一皮むけるということ自体をドラマにしてるんですよ。うんうんうん。だから、その後、ずいぶん後にアメリカで、ナタリー・ポートマン主演で、ブラックスワンという映画が作られて、うん、あれがやっぱりその処女で、その、まあ、その、白鳥の湖のね、はい、二重性を表現できないってことでもって、非常に役作りに苦しんでる彼女が、ダークサイドを知ることによって、一皮向けていくって話だったんですね、バレリーナって、はい。あれはだいぶ何十年も後から作られたんですけど、ダブルの悲劇がすごく近いんですよね。うん。だダブルの悲劇がその薬師丸ひろ子さんっていう女優自体の女優海岸とそのドラマを完全にリンクさせてるというものすごく複雑な構成の映画なんですよ。うん。これはもう本当に沢井慎一郎監督の、まあ、傑作としておすすめなんでぜひご覧ください。全然覚えてなかったな、はい、そうですか。いや、間違いなく見たんですけどね。その舞台ではっていう主役争いっていうのを覚えてたんだけど。さっきご説明いただいたあのシーンが出てこないって。そうね。全て忘れてるよ、多分。そういうことだね。もう一回見ても楽しめますね。大丈夫です。そう、何度も楽しめるから素晴らしいことです、それはね。はい、はいはい。僕もこの年になるとね、記憶力がすごく落ちてくるんで、人生がもう一回楽しめる感じになってますからね。それいいですね、はい。また新鮮に驚ける、はいそね。はい。そうですね。髪の毛ももう一回生えてくるといいなと思ってますけど。ずっと気にしてると思っちゃうここまでは。はい。で、もう一方ですね、お亡くなりになった人がいまして、はい。それはジャンポール・ベルモンドさんというフランスの俳優さんなんですね。うん、はい。で、この人は、この間千葉真一さんが亡くなったじゃないですか。はい。千葉真一さんが憧れてた人がジャンポール・ベルモンドなんです。へ
でどういう人かというとヘリコプターからぶら下がったりビルをよじ登ったりしてる人なんです。どういう人なんですかこれ要するにスタントマンを使わないスターなんですよ。でスタントマンを使わないスターの歴史みたいなものは昔からあるんですけども、うん、千葉真一さんの前にはジャンポール・ベルモンドがいて、千葉真一さんの後にジャッキー・チェンが来るっていう順番なんですよね。はい。でこのジャンポール・ベルモンドさんの、まあ、究極の映画というのは、リオの男という映画なんですが、これねリオデジャネイロにフランスから、まあ、行って宝探しみたいな話なんですけども、うん、とにかくバイク、自動車、飛行機、ボート、ありとあらゆる飛行機、ありとあらゆる乗り物にベルモンドさんはぶら下がります。はい全部もうとにかく全部スタントなしで命がけで撮ってるんですよ、全てで。そうですね。でまた当時だから完全 CG でもなくね。そっか。これねものすごい低予算ですごく少ないスタッフで撮ってるんで、本当にカメラマンとベルモンドさんがいるだけなんです。もう何の安全策も撮ってないんです。それも凄まじいですよ。一か八かみたいな、そんな撮り方、そんな撮り方なんですよ。でこの人はその当時ハリウッドでやっぱりスタントマン使わないって言ってたスティーブ・マックイーンっていう俳優さんがいて、うん、彼とそのフランスとアメリカで争う形になって、うん、そのスティーブ・マックイーンがカーアクションやるとベルモンドがカーアクションやって、ベルモンドが恐怖に襲われた街という映画でパリの地下鉄の屋根の上に乗って、うん、その屋根の上を歩きながら時々トンネルに突っ込んでいくときバッと伏せたりするっていう命がけアクションやると、うん、スティーブ・マックイーンがすぐにその後ハンターっていう映画でシカゴの地下鉄で全く同じことをやるというノースタントバトルがそのアメリカとフランスで繰り広げられたという人なんですね、うん、はい。で、まあ、アクションスターとしてはもう本当にジャッキー・チェンにすごく影響を与えていて、ベルモンドがやったアクションのいくつか、例えばあの走ってくバスにこう外側からぶら下がってバスからバスに飛び移っていくとか、そういうのはポリスストーリーって映画でジャッキー・チェンがそのままですね、はいはい、オマージュを捧げていたりね、プロジェクト A2 のクライマックスで来るその、香港独特のビルの建築現場に足場として竹が組んであるっていう状態あるじゃないですか、はいはい、その竹の足場でものすごいアクションするっていうのはベルモンドさんがカトマンズの男でやったアクションの再現なんですよ。へー。ジャッキー・チェンはものすごく影響を受けてます、ジャンポール・ベルモンド。そんはい。しかもジャンポール・ベルモンドは文芸映画の方でも革命を起こした人で、うん、あのタイトルだけは誰でも知ってると思うんですが、ジャン・リュック・ゴダール監督のヌーベルバーグのもう最初の革命的な作品と言われている勝手に仕上がれの主演なんですよ。はあ。だからベルモンドがいなければ、その後のヌーベルバーグとかヌーベルバーグに影響された日本のいろんな青春映画、アメリカのニューシネマも存在しなかったんですね。うん。でベルモンドがいなければ千葉真一もジャッキー・チェンも今のような形ではなかった。そのぐらいの革命家だったんですけども、うん、まあ、この人は日本のいろんなものに影響を与えていて、一番ベルモンドが影響を与えたのはあの少年ジャンプの漫画で、はい、コブラってありましたね。はいはい、ありました。アニメはスペースコブラですけど、はい、姉のモデルがジャンポール・ベルモンド。あ、へー。はい、顔もそっくりなんですがキャラクターが非常に近いんですよ。へー。コブラってなんかものすごい命がけのことをしてもうギリギリのところで助かっても軽口を叩くじゃないですか、はいはい、ね、ちょっとエンマ様の顔見ちまったなみたいなこと言うじゃないですか。あれはジャンポール・ベルモンドがそういう人だったんです。へー。ものすごい命がけのアクションをやるんですけど全然大変そうじゃないんですよ、ベルモンドは。じゃあひょうひょうとした感じで、だほとんどコメディなんですよ、大抵の映画は。でも本当は命がけなんですけど、いやー大変だったなーみたいな感じなんですよ。だからテレビで放送するときは声は山田康夫さんだったんです。ルパン三世です、はいはい、ルパン三世のキャラクターも非常にジャンポール・ベルモンドのキャラクター、つまりものすごい大変な時になってもギャグを言ってるというイメージ合いますもんね。ああ、そうか。で影響を受けてて、まあ、とにかくそれぐらいありとあらゆるものに影響を与えた人が、ジャンポール・ベルモンドという人なんで、もうこの人の映画で、まあ、リオの男はぜひ見ていただきたいなと思いますね。あの高所恐怖症の人はかなりきつい映画です、これは。あ、はい、もう全編そういうシーンなんで、はい、はい、もうぜひ見ていただきたいなと思います。ありとあらゆるものにぶら下がっているポスターが出てきました。あの、はい、ちょっと高いところ弱い人は本当に気持ち悪くなっちゃう映画なんですけど、ね、はい、ぜひご覧ください、うん、はい、ということでね、はい、まあ、本当にね
時間があんまりないんですが、うん、今日紹介したい映画はですね、もうすでに公開されてからだいぶ経った7月公開だったんですけども、はい、ちょっと僕見損なっていて、ぜひ皆さんに見てほしい映画があるので、ご紹介します、はい、青柳拓監督という監督の、東京自転車節という映画なんですね、うんうん、はい、これね、監督が一人でウーバーイーツとして働いて、はい、それをですね、自分でスマホとなんていうんですかね、GoPro ってありますね、ちっちゃいカメラ、はい、あれで撮ったなんていうかな、自主制作 自撮り映画なんですよ、うんうんうん、で自撮りドキュメンタリーというんですかね、うん、はい、なんですけども、これ2020年で、まあ、コロナで最初の緊急事態宣言が起こった時にですね、彼は自分の生まれ故郷の甲府で働いてたんですけど、山梨県の、はい、そこで、まあ、運転代行業をやってたんですね、監督を目指しながら、うん、で全て、まあ、閉まっちゃったんで甲府で仕事がなくなったんで、うん、自転車漕いで東京まで来てですね、なんかとにかく仕事がないと困るってことでウーバーイーツで働き始めるんですよ、うん、で彼ね、映画学校に行った時の学費の550万円がね、また借金になってて大変なんですね、返さなきゃなんなくて、うんうん、はい、でここでそのウーバーイーツってものは一体どれだけ過酷な仕事なのかが、彼の体験から描かれるんですよ、うん、はい、うん、でただそうするとなんか非常に厳しい社会派ドキュメンタリーのように思うかもしれませんけど、うん、はい、コメディです、これコメディコメディです、うん、はい、これね、監督自身が非常に明るくて、うん、なんかね、ほんわかさせられるところがあるキャラクターなんですよ。へー、だから私は大変ですみたいな感じじゃないんですよ、うんうん、いやもう本当みんなと仲良く仕事はできるといいと思いますとか言う人なんですそういう人なんですよ、うん、だからその明るくて柔らかいところがすごく、この映画をエンターテインメントにしてるんですよね。うーん、優しい人なんですよ、うん、すごく。だからね、チャップリンの映画に非常に近いですね。うーん、チャップリンの映画というのは非常にもう、まあ、ほとんどホームレスに近いチャップリンが一生懸命働く話がほとんどなんですね、うん、モダンタイムスであったり、うん、ね、キッドであったり、うん、街の街の明かりであったりね、街の日ですね、うん、みんなそのほとんど仕事のない貧乏なチャップリンが一生懸命働く話が多いんですよ、チャップリンの映画というのは、うん、それに非常に近いです。うん、はい、で、まずウーバーイーツっていうのは個人事業主として契約するんですね。はいはい、でこれは前紹介したケンローチ監督が撮った宅配の便をやる家族の話で、家族を思う時という映画に非常によく似てますね。だから自転車は全部自己負担、うん、で運ぶバッグも5000円もするんですけど自己負担で、自転車がパンクやバッグも自己負担なんですよ、うん、で自転車がいやパン自転車やスマホが故障しても自己負担で、うん、事故や盗難にあっても自己負担なんです。いやそこがね、ほんとね、はい、こんな保険とかもね、聞かないとなるときついし、何も聞かないんです、労災も何もないんです、うん、で1回の配達料は大体平均550円って言われるんですね、うん、でじゃあそれをね、1時間に2本の配達があれば10時間で結構稼げるじゃないかと、8時間でも結構稼げるじゃないかと思うんですけど、1時間に1本ぐらいしかないんですよ、うん、配達が、うん、それはねやっぱりその仕事を失った人が多くて、ウーバーイーツにみんな仕事を求めてきちゃってるんで、その少ない注文に多くの配達員がハイエナみたいにこう奪い合ってる状態なんですね。で、その1日10時間ぐらい頑張って粘っても、平均で6000円ぐらい稼げるか稼げないかなんです。で、これだと、その土日も休みなく毎日働いても、月収18万円に届くか届かないかですよね。これね、時給がその東京のその当時の最低賃金が1013円なんですけど、完全に時給切っちゃってるんですよ。うん、最低賃金以下で働かせるのはもちろん犯罪なんですが、うん、この場合には個人、ね、事業主だから最低賃金以下で働いてる状態なんですよ。いやー、これはこれが非正規雇用の現実なんですね。本当ですね。はい、で
しょうがないからその、まあ、東京で住む場所がないんでね、で友達の家を転々としたりね、うん、ネットカフェに泊まったりもするんですけど、うん、そのまあ、背中を伸ばせないんで疲れてくるんですね、うん、で1日、まあ、仕事を求めて10時間も12時間ももうひどい時は14時間も働いたりして限界に挑戦していくんですけど、うん、やっぱりベッドに寝たい誘惑に負けてアパホテルに泊まるんですよ、うん、とね、1泊2500円で安いと思うんですけど、うん、1日6000円稼げるか稼げないなんで2500円1泊に使ったらもう赤字になっちゃうわけですよ。そりゃそうですね、だってお金貯めるためにやってるはずなんだから、うん、でとうとう彼は道端に段ボール敷いて寝てホームレスになっちゃうんですけどね、うん、そう、まあそういうね大変なそのまあ、ほとんどの人に知られてないホームレスになってしまうまでのね、うん、話が描かれていて、うん、でしかもこのギリギリでやってるとそれこそ洗濯したり服買ったりなんかありえないわけですよ。なるほど。だもう服もどんどんボロボロになってきます、うん、で雨がすごい降るんですよね、うん、でも着替えなんか持ってないし買うお金もないわけですよ、うん、そうか、ドロドロになってきますよどんどん。で最近その、すごく有名なコピーライターの先生が Uber Eats の人の自転車や服装が汚いっていうふうにツイートして、まあ、問題になりましたけど、うん、これを見るとそんなこと言ってられない状態なんですよね。そうですね、社会がこのシステムを、はい、ね、良しとしてるっていう事態でね、そう、うん、そう、これはねもしその正規雇用だったら、うん、最低賃金で1000いくらもらって、うん、ね、それで暇な時もとにかく店にいれば必ず時給支払われるわけですからね、うん、で注文がない時はその Uber Eats は一銭にもならないわけですよ、うん、ずっとちゃんとした正規雇用だったら8時間働くだけで8000ぐらいになるわけですよ。8000ちょっとになるわけです、うんうん、でもならないんですよ。彼は8000稼ぐためには13時間14時間ね、えでましてその健康で常に荒れるかとかね、うん、なんか事故にあったりとかそういう保険が一切ないっていうのは、そう、自転車パンクしたらそれで大変だしね、うん、それでスマホ壊したらそれでもし怪我したりしたらどうするかって、怪我しないです、怪我したりその車にはねられたりね、うん、する可能性もあるわけです。それで雨の中毎日走ってるか風邪ひくかもしれない、うんうん、その保証も何もないんですよ。これは大変なことだなと、うん、思いましたね、うん、でね、ただね彼優しい人なんですよ。でこんな状況になっても仕事をくれるお店の人、それに仕事をくれるその、まあ、注文しててくれる人に対して感謝したいってことで、もう必ずもうありがとうございました、本当にありがとうございましたって言うんですよ、うん、笑顔で、うん、ね、ところがもうみんなコロナだからそんなお客さんに顔を見られることもないんですよ。置き配なんですよね。確かにそうか、はい、だからその人間関係すらもない、ね、で頼んだ人は誰が届けたかも知らない。確かに、これも人間関係ももう本当に薄くなっていって、うん、非常に孤独な仕事なんですよ、うん、だからその彼はね、この、まあ、青柳監督はもう話し相手もいないから、うん、でその間に誕生日を迎えるシーンがあるんですよ、うん、と鏡に向かって自分に誕生日おめでとうって言ったりするんですよ、うん、でどうしても人の肌が恋しくなってデリヘルを頼むシーンもあるんですよ、うん、でそれがまた悲惨なことに終わるんですよ、うん、そう、もうね、でもうとんとん話し相手がいなくなってくるから自分の腕の血を吸ってる蚊に話しかけるんですよ。そうで、どんどん蚊がね血を吸っていくのを見ながらね、お前も必死なんだな生きるためにって言うんですよ。うーん、俺もだよ、ね、だからもう思う存分吸っていいよって血を吸わせるんですよ彼は。そう、でも彼はそんな蚊のことを心配するんですけど、彼のことを心配してくれる人なんて誰もいないんですよ、ね、とこういう非正規労働者の人たちの血を吸ってる、本当に吸ってるやつだったら誰なんだっていう気持ちになりますよね。そうですね、ねえ、うん、まあこれね、本当に違う人が撮ったらすごく悲惨で強烈で強い怒りの映画になると思うんですけど、うんうん、この監督が非常にひょうひょうとしてて、へー、
さっきみたいにね、あの蚊にね、いいよ、ね、頑張って血吸っていいよとか言う人なんですよ。なんかこう涙出てくるんですよ、見てるとね。そうですね、はい。でもね、全然お金たまんないんだ、これ見てても、どう見ても。いや、この働き方のシステムはもうこれが当たり前になってはいかんです ね、本当にね。そうなんですよ。それでも彼はね、もう限界まで働こうとして、最後にもう70配達チャレンジというのを行うんですよ、命がけで。まあ70配達すると賞金がもらえるシステムらしいんですよね。これもまたひどいといえばひどいんですけど、まあすごい映画でした。はい。で、これまあラストショットに非常に僕は身震いするような感動を覚えましたんで、ぜひそこまで見ていただきたいなと思います。あ、そうですか。はい。で、今これはですね、東中野のポレポレ東中野という映画館で今週のですね、終わりまで10日までしかやってないんですね。そうですね。その後全国順次ロードショーということですが、はい、東京はポレポレ東中野で9月10日まで、うん、はい。それがね、毎日ね22時からしかやってなくて。あ、そうなのか。で、ただですね、今ね、ニコニコ動画で、有料で見れます。ああ。はい。これもね、10日まで見れます。ネットで見れます。1500円でニコニコ動画で、見れますんで、はい。ぜひ、そのネットでですね、ニコニコで見ていただきたいと思います。東京自転車武士です。はい。はい、東京自転車武士、今日ご紹介いただきました。はい。町山さん、アフガニスタンの生き延びる旅も見ましたよ。あ、すごい狙いようなんですよね。もうあれもね、なんか理不尽で、はい、あまりにもっていう話ですけど、はい。でもあれも絵が可愛いから見てられるってこと。アニメは可愛いんですよね。うん。そう、素敵なんですよね。この東京自転車武士もこのキャラクターが、キャラクターってことないですけど、監督がね、うん、可愛いので、うん、非常に娯楽作品にもちゃんとなってますから。はい。はい、わ、はい、かりました。町山さん、ありがとうございました。あ、どうもでした。TBS ラジオ。玉結び。玉結び。